はい、匠ソフトです。今回も父、読後感をしてまいりたいと思います。2019年11月号、特集、語らざれば憂いなきに似たりということです。今回読後感しますのは、第65回前後に学ぶというところ、合唱礼拝ということですね。横田南嶺さんが記載された記事であります。合唱礼拝。よく禅の世界ではですね、合掌、手を合わせる、こういうことをされる、その拝む心ということに対して、どういうことで、どういう気持ちで、拝むのかということが書かれておりました。なるほどなということでね、私も、禅という世界はですね、私はもう本当に、全く何も知らないもんですから、何にもね、ない中で読みました。で、ああ、そういうものなんだなと、ね、いうことでした。私自身ですね、なんか共通する思いというかですね、というのはやっぱり湧いてきましてですね、やっぱり感謝の念というのか、すべての恵みに感謝するっていう、その気持ちが、やはり、相通ずるところなのかなということをちょっと感じた次第です。私たち何をするにあたっても、感謝するってことがですね、忘れやすいものだと思うんです。というのはですね、自己っていうものがあるじゃないですか。自分があるために、自分が成し得たとか、あるいは誰かにやってもらったとか、誰かにやってもらっただったら、まだ感謝する気持ちは湧くかもしれないんですけども、自分がっていう、そういう気持ちになっている時っていうのは、この感謝っていう思いってなかなか出てこないものだなというふうに感じます。そして全てのことが恵みであるっていうことも、これは受け取りにくいものだと私感じます。例えばですね、プラスアルファのこと、あ、ごめんなさい、プラスなことですね。自分にとってプラスになること、得になることは、これは恵みとして認められるんですけども、例えば喜びだとか、楽しみとか、そういうものはね、本当に自分の恵みとしてね、嬉しいなっていう気持ちになって、喜び、感謝する気持ちってできるんですけど、苦労したり悲しんだり、すっごい試練にあったりすると、これはですね、恵みとは数えられなくなるんですよ。もうつらいつらい苦しいってなっちゃうと。でもこれね、父とかを読んでる方々はきっとどこかでご覧になってると思うんですよ。この試練とか悲しみとか苦労って、次のステップに行くための大切な素地になるっていうことを、皆さんもきっと父の中で学んでられますよね。私もそうだと思います。自分に足りないもの、自分が至ってないこと、そういうことがあって苦しかったり、辛かったり、乗り越えなきゃならなかったりっていうところにあるんですよ。そこを越えた時に、実はもう一段上の恵みが待っている。そういうことをすごく感じます。ですんで、私今回の箇所からですね、全ての恵みに感謝するっていうこと、そのことがですね、私たちの歩みの中では非常に大事なんじゃないかということを思った次第です。はい、今日はここで終わりたいと思います。それではまた。